さあ、いよいよアディショナルタイム4分に突入しております。岩手県サッカー選手権の決勝、天皇杯の岩手県代表決定戦であります。今グルージャフリーキックのチャンス、ここで入れば決定的です。キッカーは8番の松田、上げてきた。ここは三田が取りました。さあ、しかし、これ眼中ラストチャンス、にはなりません。ここにしかし原田、奥側が詰めていったんですが、原田太志前半惜しいところがありました。そしてなんと西村も上がっていますね。西村も上がっています。さあさあ、さあ、ガンジのチャンスだ、ガンジのチャンスだ。うわー、ここは上げてきた。しかしこれは斉藤陽平キャッチをした。さあ、またガンジボールになる、ガンジボールになる。持っているのは19番のヤン、そしてモンマ、そして原田、今稲垣が落としたところに原田太志でありました。しかしシュートは左。さあ、今度はまた、これはグルージャが後ろに流して、取ります。さあ、これは何ですか。ちょっと斉藤陽平にイエローが出まして、間接フリーキックとなります。バックパスを取ったという判断ですかね、これ。さあ、この間接フリーキック、原田もいます。そう、さあ、三田はさすがに上がりません。いや、もう三田くんが上がっても面白いんですがね。そうですけども、さあ、ここで三田じゃありません。さあ、このメンバー、ガンジュとグルージャ、さまざまな因縁がありますが、その因縁対決、今回はグルージャに外貨が上がるのか。さあ、この辺の駆け引き、イエローがまた出ました。これは石でしょうかね、おそらく。そうですね、斉藤陽平ではないですね。さあ、ここは間接フリーキック、誰に当てる。そして中、これはクリア、これクリアします。そして19番のヤンですが、しかしここで試合終了。グルージャ盛岡3連覇達成。グルージャ盛岡、岩手県選手権3連覇。さすが東北王者、全社出場も決めまして、これで全国大会2大会揃って出場ということになります。さあ、両チーム選手が並びました。ガンジュもしかしながらいい試合はしました。ただいま試合が終了いたしました。ご覧のように決勝戦はグルージャ盛岡が2-0で FC 岩手に勝利いたしました。